はい、りょうすがのです。こんばんは。ギリギリ落城ミッション。はい、ステージ12ということで、グルチャのメンバーの方と一緒に行ってきました。っていうか、一緒に行ってきたというよりは、連れて行ってもらったっていう感じですね。はい。じゃあちょっとリプレイの振り返りとなりますが、見ていきましょう。はい、これは私の剣士ですね。ギリギリ落城とかっていうやつは僕経験があまりなくてですね、どんな風にこう時間調節していいかよくわからないんで、あんまりこう邪魔にならないように無難なことだけやっていきたいと思います。はい、ここはね、無難に、この魔導騎兵、余計なコストはね、あんまり使いたくないんでね、もっと早くにカタパルトを出すべきなんですけれども、ちょっとこう、おたおたしてまして、ちょっといつ出すものかどうかと、もっと早く出すべきでしたね。はい、そして次の第2砦。はい、ここでね、いっぱい出てくるところを唯一変えるケロ君でね、ここは。変える切り。はい、気持ちいいね。まあ僕の見せ場って言ったらもうここだけなんで、もうこれ以上の見せ場ないです。あ、ここもまあもうちょっとあるかな。ここもね、変える切りでこう剣士を乗せないっていうね。そう、さっきのカエルから続いてここのロボットもね、乗せないっていう、そういうまあちょっと役割ですね。はい、ここもね、ちょっとコスト的にどうしようかなと思ったけど、まあコストに余裕があったのでミノタウロスで対処。まあ乗組員の乗っていないロボットとかはね、本当にめちゃくちゃ弱いですね。な、3人乗ってコスト5のキャラと、まあどっこいどっこいってところでしょうかね。はい、そうこうしてるうちに第3砦までもう取ってしまったので、あとは第4砦とボス戦かな。ここまではまあまあ順調というべきでしょうか。特に問題はなさそうですね。うん、ここで最初のカタパルトがね、なかなかまあまあ役に立ってる感じでいいんじゃないでしょうか。はい、最後の方もね、これミノタウロスなかなか活躍してるんですよ。まあまあいい仕事しましたね。まあ壁となってますけどね。はい、ここでミノタウロスというか、まあ僕の役目は終了です。これ以上はなんか手出しするとややこしいことになりそうなので、これはもうお任せというような感じで見ていきたいと思います。見守っていきたいと思います。はい、ここでドラゴン登場でね、きっちりとこのボスをドラゴンで処理すると。はい、いいですね。はい、きちっと処理をして、下のドラゴンライダースライムで処理ですね、これは。うん、まあ、この辺りでね、もうコスト的には全然余ってはいるんですけども、下手に出すとね、そのギリギリ落城っていうことをね、今回目的にしてるんでね、確か10秒以下なんですよ。10秒切って城を落城させると、メダルがねもらえるってんでね、ちょっとの何度か
チャレンジしていこうと思うんですよね。で、2回もらえるらしいですね、これ。はい。で、さっきね、1回ね、残り3秒っていうね、感じで、すでにメダルは5枚いただきまして、で、今これね、2回もらえるっていうことから、もう1回、いってるとこですね。さあ、残り20秒を切りました。残り白のゲージは半分以下。さあ、どうなる？はい、ここでカタパルトが2機。順調に削ってますね。9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。はい、0秒落城ということでですね。私信じてなかったんですよ。0秒とかちょっとさすがに無理って思ってたんですけどね。見事に0秒でね、落城していただいて、2回目のドラゴンメダルのゲットということで、今回の動画はこれにて終了となります。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それじゃあ、またね。バイバイ。